ガイド4人が集合し番組を振り返ることに。今回は出演ガイドのおすすめする六甲山をご紹介しました。今までもいろんな山登りをしてきたと思うんですけども、番組の中で紹介した山の中でエピソードとか思い出に残った山があったら教えてください。私はですね、金時山。金時山、うん、誰でもが登れる楽しい山だし、はい、富士山もよく見える山なんですけど、はい、それを吉野香織さんと初心者の方とかに分かりやすい言葉で楽しい山のように伝えようというふうにちょっと2人でね工夫したっていうのが結構いい思い出ですね。島田さんは。はい、私は宝山峡、六甲山のね宝山峡の沢登りと、赤坂山の牧野の、はい、スノーシューですね。スノーシューですね。で、2つとも岩谷優子さんとご一緒したんですけども、はい、まあ、一般登山道というよりは少しね冒険的な、はい、中で、まあ、いろいろお伝えするテーマがあって、はい、印象的でしたね。伊坂さんは。そうです、僕は、まあ、四国の石鎚ですね、はい、まあ、中村葵さんといって、はい、まあ、本格的な修験の山って登ったことがなかったので、はい、ちょっと独特な雰囲気と岩場と、はい、ちょっとスリルがあって印象に残ってますね。私はですね、ブナヶ岳が印象に残ってます。春先に磯道春香さんと登ったんですけども、頂上の方は春なのにまだ残雪があって、ね、雪の上はザクザクザクと歩いていくのがとても印象に残ってます。はい、夏には北アルプスの方にも行きました。北穂中磯道春香さんの頑張りかなというのと、うん、やはり天気が悪い時があって停滞したり、はい、で我慢して待ちました。そして頂上行ったら雲がバーンと晴れましたという、はい、そういう幕が開けるみたいな、そういうシーンに出会えたっていうのは、まあ、はるかちゃんはすごいラッキーというか、まあ、一生の宝物できたんじゃないかなと思ってます。伊坂、うん、さんは槍ヶ岳いかがでした？そうですね、まあ、槍ヶ岳も中村葵さんと言ってたんですけれど、まあ、行動時間が長かったので、はい、よく頑張ってくれたなっていうのと、まあ、やっぱり天気待ちとかは長かったので、いろいろ大変でしたけれども、最終的に登る時は晴れてたので、はい、すごい良かったかなと思います。そうですね。島田さんは大山いかがでした？はい、そうですね、まあ、天候が不安定の中で、まあ、どこまで行って、まあ、身体をね考えるっていう材料もたくさん出てきて、はい、まあ、その中で本当は厳しい環境なんですけど、はい、中村葵さんの方は非常にポジティブシンキングで、うん、まあ、いい番組ができたかなっていう印象はありますね。まあ、いい時ばかりじゃなくて悪い時もあって、山とはそういうもんだぞっていうようなことも伝わったのかななんて思いますね。それぞれたくさんの思いがこもった番組でした。